こんにちは、アマゾンサポーター堀秀夫です。今日は出品価格サポート、出品価格の値上げについて質問がありましたのでお答えします。ライバルがいなくなったので商品価格を上げてもよいかと。日本郵便の EMS がストップして、オーストラリアアマゾンの FBA のライバルがほとんどいなくなりました。そのために値上げをしてもよいかという質問が相次いでいます。個別サポートの会員さんは値上げの前に URL と仕入れ原価、以前の販売価格を記載してご相談ください。今までの出品価格サポートではできるだけ高く出品した方が良いと言ってきました。しかし実際はそう単純なものでもありません。私が出品価格を決めるときに考えること、商品そのものの価値、これはね、この商品は日本だと500円、まあオーストラリアだと1500円ぐらいだろうと、あるいはこの商品はね、日本でもまあ1000円で売れる、オーストラリアでもまあ2000円止まりかなとかね、まあどういう根拠でそれは決まってんだというふうに言われるとね、説明は難しいんですけど、まあ、たくさんのものをね、買ったり売ったりしてきてますし、まあ、その経験をもとに、まあこの商品あんま高く売ったらクレームつくだろうとかね、この商品は高く売っても、まあクレームはないだろうと、あるいはね、この商品はそもそも高く売るのはまずいだろうというようなのもね、考慮してサポートしています。まあ、そういうのも含めた商品特性ね、安くないといけないのか、高いとクレームがつくのか、あるいは高いと気にしないのか、まあ、そういうのもあります。それからアカウントの状態ね、そもそも高くしたっちゃ売れないのか、高くても売れる状態なのか、それから相談者の性格ね、やっぱりなかなか売れる商品がね、少ないとへこんじゃうのか、あるいはね、気長に待てるのか、マメなのか、ズボラなのか、相談者の資金状況、ずっと売れなくても困らないのか、早く売れて回したいのか、あと在庫の状況もありますね、FBA の納品リミットなんかの問題もあります。それから商品そのもののライバルの動向ね、ライバルがどれぐらいいるのか、強そうなライバルがいるのかどうか、最低これらの情報を考慮して出品価格や価格の訂正をアドバイスしています。ですんでね、まあもう単純に値上げ、ライバルがいないから値上げしていいですとかね、値上げ しない方がいいですというような問題じゃなくて、まあそのケースバイケースでも全然違うというふうに言えますんでね、もう値上げあるいは値下げの前に相談してください。まあ一般論というかね、ざっくり言って値上げのメリット、儲かる、売れた場合に儲かる、まあ、そうそうですね、高く売った方が儲かります。まあ、ただし値上げのデメリット、売れなくなる可能性がある、何かアマゾンに、優遇されたカートが取れるとかそういうのがね、値上げ率があまりでかいと消える可能性もあると、それからライバルが増える可能性が高い、まあ、これどういうことかというと、あんまり差額があって売れてる場合はね、こんな高く売れんじゃね、自分も売ろうという、参入者が増えますんで、逆に儲かるんであれば、できるだけ安く売った方がライバルは増えないというのもあってね、まあ、これが、まあ何ですかね、いろいろテストしていかないとわからないんですけど、1回で300円儲けてね、100個売った方がいいのか、あるいは500円設けてそれがどれぐらい落ちるのか、まあ、そういう問題を考えると、まあ、一人にね、高く売れば儲けが大きくなると、1個の商品だと儲け大きくなりますけど、全体の儲けが大きくなるかどうかっていうのは単純に高く売った方がね、儲けが多くなるというものでもないです。まあ、出品価格を決める、商品価格の値上げや値下げをすることは商品選びと同じくらい重要です。まめにご相談ください。またスカイプ相談で商品価格のアドバイスもしますので、お気軽にご相談ください。その他ね、出品価格のサポートの、についてはこの Q&A の、まあ、実例とかね、それから商品の価格設定の考え方というのもありますんでね、個別相談、使えない会社さんこの辺も見て、出品価格の参考にしてください。ね、もう結構これ商品選びと同じぐらい重要です。どんどん下げていって儲かる商品をみすみすね、差額なくして儲かんなくしちゃうこともありますし、
すごい欲張って高くってね、逆にライバル増やしちゃって、これまた儲かんなくなるってこともあるんでね、まあ、程よい出品価格、程よい値上げ、まあ、程よい値下げっていうのは、やっぱりね、おいそれとこう、もう単純にこうですと言ってね、あ、なるほどというようなね、単純なもんではなく、まあ、ケースバイケースなんで、せっかくの個別サポートを受けてるサポートの会員さんは、その価格訂正、出品額については、相談の方をどんどん使っていただければと思います。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。